アネミア属アネミアは、ふさしダ科に属する、シダ植物。ウジョウフクヨウに分かれた葉の最下のコバが放射用の形になる。観葉植物として栽培されるものがある。日本には三種内、地上生のシダ植物。根茎は短くて、毛があり、葉を密生する。葉は一回、ないし2回ウジョウフクヨウ。葉脈は有利しているものが多いが、一部には毛状になるものがある。 法使用は別に生じるのではなく、右上服用に分かれた葉の最下の小葉が法使能をつける。この小葉は長い柄を持って伸び上がり、その先端には養身が発達せずに法使能群のみが密生する。学名は裸のを意味するギリシャ語はネモンに由来し、法使用を生じた葉の外見からの命名との説はあるが不詳とのこと。約八十種があり。 大部分は熱帯アメリカに散する。少数の種がアフリカとマダガスカルに分布し、一種だけがインドから知られる。その形が栄養用の養子の基部から、胞子用が立ち上がる形となるので、花わらびかのものに似るが、系統的には遠いとされる。胞子能の形などから、ふさしだかに含める。この属のものと思われる化石は、中世代白亜紀には世界中から発見され、 日本からも報告がある。観賞用に栽培されるものが3種ばかりあり、温室などで栽培される。エイロトゥンリフォリアは、温室の常連とも言うべき、美しいシダで、大正初年に、日本に渡来した。以下、種として、園芸植物大辞典。P107 ニシダ、P74 ニシダ、P74。ありがとうございます。